なるほどそれで笑ってたんだねバカは簡単にくるめていいな <laughs> やりやすいぜこいつ <laughs> そうよよかったわねミスゆずきダメ思い出しちゃダメよ私 <laughs> 怖い自分の中のもう一人と戦っている <laughs> 肩をプルプル震わせながらバックヤードへと消えていったんなんか店長様子が変じゃなかったあの店長が変じゃない様子の時なんてないから大丈夫だよ <laughs> まともな人間だと思ったことは、この物語が始まってから一度もないんだから。ぎっくそ、そんなことないだろう。うーん、そっかなー君も、私に隠し事とかしてない何君もって。<laughs> あんたかも他に嘘つきをいるみたいな言い方なんだよ。これが女の勘というやつか。恐ろしい。まずこれどっちなんだろうなと思うけどね。<laughs> 女の子が里いっていうのは、まあわかるけど、男側がわかりやすいっていうのも問題だと思うけどね。俺が隠し事をしてるとしたら、駒形の制服姿にちょっと欲上しちゃったって部分だな <laughs>。ちょっとエロい方に持っていくね。そしたらゆずき大好きだからね <laughs>。簡単に食いついちゃうよ。嫌だ。嬉しいかも。もう君ってば、そういうことさらっと言うんだから。バカは簡単にくるめて楽だな <laughs>。こいつ、小刻みに反復よく飛びしてやがる <laughs>。 おい、永遠にそうやって動かせてやろうか俺がエンターキーを押さなければ、永遠にお前はその動きをし続けるマシーンになるからな <laughs>。足プルプルになって、この後のバイトに支障出ちまえ。王に手を当てつつ、くねくねしてた。こういう単純なとこも可愛いな、なんて思いながら、ラプンツェルでの一時を過ごした。ああ、いいね。なんか、ラプンツェルでっていうのが一番、ゆずきとの絡みで、いいロケーションかもしれないね。バイトが終わった駒形を送り届けて、部屋に戻ってくる。さっきまで一緒にいたのに、もう会いたい。<laughs> いいね。なんか主人公、めちゃくちゃ彼氏になっとるやん。<laughs> 会いたくて会いたくて震えちゃううん。こりゃ、すっかり駒形にメロメロってやつだな。もうここら辺は遺伝子だね、きっと。<laughs> 縦脇家の男は全員こうなってしまうんだね。好きな女ができたら、牙を抜かれる獣になってしまうんやな。などと考えつつ、風呂に入る準備をしていると、携帯が鳴った。えっとさ、今大丈夫なん、そんな深刻そうな顔する <laughs> 心配するって、その顔。<laughs> これから風呂に入るけど、今ならオッケーだよ。ごめんね。ちょっとだけ、君の声が聞きたくなっちゃってさ。ゆずきもめちゃくちゃ彼女になってる。<laughs> 一心伝信じゃないですか。昨日今日って散々一緒にいたのに、うん、おいおい。なあ、そのお前平成を襲ってる。<laughs> お前も会いたくて会いたくて震えてたろうが。一緒にいたからこそだよ。特に、昨夜は、その、しちゃったじゃないその分、寂しさが今になって、ぶり返してきちゃったみたいなの。なんか EXILE の歌詞みたい。ふふ。 いや、もうこんな感じだった気がする <laughs>。それで、また今日も、エッチとか、しちゃいたくなりそうで。今日でえもう夜だよこれから来るってことそれか電話越しでやるってこと <laughs> ちょっとゆずきの脳内よくわからんな。ごめんね。清純な方がいいって言われたけど、私、エッチな子で。いや、むしろその方がいい。昼は定宿、夜は勝負っていうのが、昔からの男の壺らしいからな <laughs>。 どういうフォロー <laughs> 勝負まで言わなくてよくない別に彼女のことを。ありがとう。でも、課題とかしなきゃいけないこともあるし、毎日君の家に入り浸るのは迷惑だろうから、今は声だけで我慢しよって。主人公、ライブ配信やれば、ゆずきだけの限定公開で。<laughs> そしたら電話しなくても、いつでもゆずきは彼氏の声を聞くことができるんじゃないか迷惑とは思わないけど、さすがに毎日は親御さんが心配するだろうから、ある程度の説とは保とうな。あー、ちょっと異常識人主人公が戻ってきたね。<laughs> まあ、親御さんとの挨拶もそろそろやんないといけないね。そうだね、うん。両親にも応援してもらいたいもんね。だな。俺としてはいずれ挨拶するつもりだけど、その時に白い目で見られてるよりは、ちゃんとしてるって思われてた方がありがたい。まあ、うちの主人公は、よっぽどの羽目を外さない限りは、普通に高生年っていう印象だからね。きっと大丈夫だと思うけど。そんなことまで考えてくれてたんだ。お前が挨拶しろ言うたやんやけ。<laughs> お前が匂わすと縦だろ真剣だからな。当然だ。うん。 嬉しいな、本当夢みたいて <laughs> エレクトリカルパレードやっちゃうチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ